野村古道作。磯川ひょすけ新孔明話。娘手踊り。プロローグ。ご改革の趣旨は、しごく結構だが、少々薬が効きすぎて、近頃は退屈でござるな。さよ、水野様のおぼしめしはありがたいが。石鹸石鹸で、江戸中は火の消えたようでござるよ。こんなことなら、何も骨折って。 江戸へおとなど願うのではなかった。お国元の仙台城下の方がよっぱら面白い。お国元の話といえば仙台から三差しぐれの美人手踊りの一座が江戸へ参っておるそうではないか。そうではないかとは心細いな。拙者などは東両国まで毎日暇を盗んでは行ってみているよ。まあ一度は覗いてご老人、大した景気だ。それはまた熱心なことだな。 水野様のご外閣で江戸中はサビナれ雲が垂れ込めたように不景気になっていると聞いて仙台一番の磯屋のいい親方で宮城野の五郎蔵という元気な男が城下の美景十八人に妖方七人それにいろいろの雑用で総勢三十六人という人数で江戸に繰り込み東両国に十八軒四方の小屋を建て江戸の不景気を一遍に吹き飛ばそうとしておるぞ。 それは面白いことだろうな。エロっコは肝を潰して毎日割れ返えるほどの人だ。天下の五老中でも六十二万石の仙台様の息のかかった工業者にはめったり指がさせないと見えて、もう工業を始めてから五日にもなるが、あれほどやかましい町奉行の鳥居会の神様からも何とも言ってこない。ますますもって面白いな。明日でも行ってみてはどうだそうそう。 明日といえば、ちょうど、磯川洋介が、我々と一緒に、お国ぶりを見に行くはずだぞ。何磯川洋介が行くそれでは、お勤めを休んでも行ってみなきゃなるまい。磯川洋介ね、また、じりをやるに決まっておる。あれは、人組へ行って、無事で済んだことのない男だからな。そうなると、拙者も、ゼガヒでも行かなきゃなるまいな。折り足く、和訳から用事を言い使っておるが。 今晩あたりからそろそろ腹痛でも起こすとしようか。磯川漂助が浮かれて三差しぐれでも踊り出すところ、見損なっては潜在の根治だ。こんな噂が、柴口の仙台屋敷のあちらの隅、こちらの物陰で交わされているの、当の磯川漂助元より知るよしもありません。 東両国の小屋、仙台名物踊り三叉しぐれの絵看板の前には、おびたらしい群衆が渦を巻いておりました。昼頃から蓋を開けて、何杯も何杯も、客を入れ替えましたが、それでも容易のことには消化しきれないほど、江戸の人気は沸き立っていたのです。水野越前の神の天保改革は、江戸八百夜町、火の消えたようにしてしまいました。贅沢の金星は、 理屈から言えば結構なことに相違ないが、そのために人身が移植し、産業が低頓し、しむじもの者どもは大きな声で物も言えず、大きな口を開いて、物も食えないようになっている中へ、仙台美人をすぐった一体、三差しぐれ手踊り一座が乗り込んできたのですから、江戸っ子が肝を潰したのも無理のないことです。その頃は女神よいや、 各種芸人が追放され、名優、市川海老蔵までお給を据えられた世の中で、町人が着るものを身につけていると、往来で、打体に引っ張られたありさまですから、町人たちはあらゆる娯楽機関を奪われ、幸福の楽しみを封じて、県県貯蓄と中高人儀に専念しなければならなかったのですから、たまたま両国に小屋をかけた娘手踊りが、 どんな目で上下に迎えられたか、大方想像がつくわけです。この一座が江戸へ乗り込んできたのは、もとより金儲けのためであったに違いありませんが、実は水野越前神の,の理屈倒れのした政策に対する大面当てで、工業の背後には、千代田の大奥で権力を振るっている松島の壺というのが控えておりました。松島の壺は、 仙台の出身であったこと、水野越前の改革が、江戸周辺の審判と千代田の大奥の猛烈な反対を受けて、後に崩壊してしまったことは、その間の消息を物語るもので、もっともこれは歴史上の問題になります。さて、この騒ぎのあった日の小屋の桟敷の一角には、仙台の侍が十人ばかり、一塊になって見物しておりました。 あの、春のとか申す娘が抜群ではないかさよう。踊りの手踊りも見事だが、それにもまして大した素晴らしい要望だな。各中の美人、イリアマガダに二つ星の太陽にもあれほどのはあるまい。年齢はいくつこの十八十九いや、美しい女は若く見えるからな。二十、二十一かもしれんな。我々の国にあれほどの美人があるとは、 心強いではないか。そんな品定めが、上下を脱いだ十人の仙台侍の口から耳へ、耳から口へとささやき交わされます。看板は三差しぐれですが、それでは単調になるので、わしが国さから欧州仙台まで、名物の小唄が次から次へと出し物になり、踊り子たちは、一幕一幕に衣装を変えて、江戸の灰色の空気を、 これから一はけ、桃色に塗り直しでもするように、若さと華やかさを存分にまき散らして、踊り狂うのでした。やがて、数段の手踊りが済んで、いよいよ、大喜利の総踊り、三冊しぐれが始まろうという時でした。ご用ご用だぞ取り調べの筋がある。踊り子も、林方も、見物の客も、一寸も動いてはならぬぞ。 どっと、小屋の表裏から侵入した街方の御用聞きが30人余り。かねて手はずがあったものか、一帯は軌道を見張り、一帯は客席を抑え、一帯は楽屋へ乱入し、そして残る一帯は舞台の上に飛び上がって、18人の目もあやたる妙齢の踊り子を、美しい雛のように一宮に追い集めて、数十分の白磨きの実ってが、真昼の火を受けて、 キラキラと輝くのでした。すわこそと、見物の男女は総立ちになりましたが、御用の声とじっての光に怯えて、動くことなどは思いもよらず、皆腰でも抜かしたように、土間のむしろの上にヘタヘタと尻餅をついて、お互いに顔を見合わせるのは精一杯。その時、木のからは七八人のよりき同心に守られて、 南町奉行、鳥居貝の神忠てる。異議を垂らして乗り込んできたのです。たかが娘手踊りの見せ物小屋に、町奉行がじきじき乗り込んでくるということは、ありうべからざることのように思われますが、時の南町奉行、鳥居貝の神は、水野越前の改革の発当人とも言うべく、この大英団の実行に急であったために、自ら、 江戸の街頭に進出して、往来の町人の娘子供を捕らえさせ、裸に向いて、呪盤の絹物まで取り上げたと言われております。鳥居海の神は、学問の林家に生まれた緊直な学者であったが、その理想を実現するためには、手段を選ばぬ人間で、その点、国理でもあり、良犬でもあり、レ・ミゼラブルのジャベルでもあったのです。 北町奉行の遠山の金ちゃん、すなわち遠山西門の城影本の、分け知りの粋な殿様と相対して、これはまさに野暮で頑固で必要で、そしてこの上もなく、過酷でもあったのです。当小屋の主は誰じゃ娘手踊りの肝心もとは、これへで。とろのいを狩る、よりき、岡崎三平。職業的な苦渋な表情に、 サビのついたバリトンを張り上げて、わめき加減に決めつけました。へ、ええ、へ、ええ、私は当お手踊りの工業元、ご郎蔵と申します。宮城野の,のご郎蔵は、もみ出をしながら、役人の前に二つ三つ頭を下げました。仙台の土地では鳴らした男ですが、江戸へ来ては、さすがに右翼が寂しく、長いものにはまかれろと言った。 成行主義になっている様子です。不都合なやつだそれ縄打ては鳥一回の目くわせと岡崎三平の声がかかると二三人の御用聞きはバッタのように飛びついて五郎蔵の両手を縛りバラバラと早縄をかけてしまいます舞台の踊りかは金星の着ぬものを着ておるようだ一人残らずその場で裸に向け 岡崎三平の命令は猛烈を極めました。もっとも、それはいちいち鳥居会の表情を読んですることで、江戸南町奉行から出た命令と同じことです。お、あ、お許しを。ドッと上がる悲鳴とともに、舞台は一瞬恐ろしい混乱に陥りました。十八人の若い踊り子たち。花のごとく装い凝らしたのが一人一人。 荒くれ男の御用聞きに捕まりながら、美しい蝶々の群れのように、バタバタと羽ばたき始めたのです。これは、町奉行の恐ろしい権力でも、どうすることもできない、所与性の犯行とでも言うべきでしょうか。だがしかし、そんなことはいつまでも、続くべき道理もありません。舞台の端の方にいるのから、一人鳥、と赤い帯をほどかれ、 有禅の合わせを剥がれ、かのこしぼりの襟を裂かれて、生きながら羽をむしられるひなぐりのように、身についた絹物という絹物を、細紐一本の末までも容赦なく引っ張がれていくのでした。乙女たちは、真っ青な顔を見合わせて、荒くれた手のままに、委ねるほかはなかったのです。中には、舞台に叩きつけた花のように、ハンの体を、 泣き崩れるのもあり、片輪の裸人形のように、気抜けのした顔を、しらじらと振りあうぐのもありました。三百人余りの見物客は、あまりのことに顔を背けるのもありましたが、恐怖と不安におののきながらも、好奇の目を光らせるのもないではありません。ともかく、この凄まじい冒頭的な見せ物は、あまりに残酷で、あまりに刺激が強すぎました。 客席の中央まで進んだ鳥いかの神は、左右に孤高のより気同心を従えて、最も厳重な顔にイヤムシを噛みつぶしたような表情を称たたえ、踏み砕かれる花園の大混乱を見つめているのでした。二、佐敷の仙台侍の一帯は、不甲斐なくも逃げ散りました。 南町奉行の権威をもってしても、木道から出ていく武家を取り押さえる方法はなかったのです。その中にたった一人逃げ出す機会を失って、桟敷に登ったのは、なんと我が敬愛を飾る、磯川漂助竹森だったのです。もし、磯川様ふと気がつくと、磯川漂助の後ろの吉津に貼った幕が動いて、 隙間からわずかに白い顔が見られるではありませんか。接触磯川洋介は血の周りの悪そうに振り返りました。幕の隙間は次第に大きくなって、美しい目、柔らかい鼻筋、赤い可愛い唇、そして白い肩から流れる派手な踊り子の悠然模様の合わせが見られるのでした。お願いでございます。磯川様、お助けくださいまし。 宮城野の親方はじめ、私ども一等の難儀、お見かけ申して、おすがりいたします。思いをあ、春野とか申したの舞台からたった一人、守備よく逃げてまいりました。さじきにいらっしゃる、磯川様をお目当てに。春野は、半身を幕の中に隠したまま、磯川兵助の膝の前に、ぬかずくのでした。三差しぐれのトップを歌う。 可愛らしいソプラノは濡れて、思い詰めた必死の木組みが、ともすれば幕の中から飛び出して、磯川すけの膝に取りすがりそうにするのです。どう拙者は何にも知らんぞ。でも、この掛け合いをやり遂げられる方は、磯川様の他にあろうとは思われません。その上、拙者は嘘というものをつけないのだ。それでよろしいのでございます。おっしゃることは、 皆私が申し上げます。磯川様は、ただそれを、お取り次ぎくだされば。あれ、あれ、あの通り、宮城の親方は縛られました。私の方買衆は、みんな。あ、あ、あの通り、舞台の上で、恥ずかしい目にあっております。磯川様、お助けを願います。磯川様。踊り子、春野の,の力は、狂人で必要でした。ひょは、 とうとうさじきにすっくと起き上がると、はるかに鳥居貝の神主従を見下ろして、持ち前の老老たる調子でやり始めたのです。おいや、おのおの静まり下され。拙者は伊達陸の神家長にて、容認を務む、磯川兵助武森。訓命により、当工業の取締りに参ったものでござるぞ。いかなる筋合いかは存ぜぬが、 拙者に一応の挨拶もなく、軌道を押し破り、部隊を土足にて荒らさえあるに。よ揚々よ仙台より参ったる、両家の娘を、囚人監視の中に手引き剥ぐとは何事でござる。次第によっては、そのままに差し置かぬぞ。まず、身分声明を名乗られ。磯川漂介の声は、小屋の隅々まで、りんりんと響き渡りました。地震に満ちた。 素晴らしい声です。声の中は一瞬真となって、御用聞きの残酷な手もしばらく耐えたいましたが、さじきの上にいるのが磯川漂亮たった一人と見ると、気の荒い御用聞きどもは、なんだあれは吉こか、水狂人か、つまみ出せ。囁きと知ったがざわざわと声の中にみなぎります。おう 佐治木の方に申し上げる。よりき、岡崎三平は、鳥居海の神と囁き交わしながら、午前と佐治木を仰ぎました。何気候は一体何者じゃ磯川兵介一歩も知りかぬ貫しいです。拙者は、町方よりき、岡崎三平。これなるは、南町奉行、鳥居海の神様でいらせられるぞ。 それがどうしたと言われるお役目のご執こじゃ、記念はご改革の主囲をご存じないのかいや、ことごとく承知だ。それならば受けたまろう。ご周意によれば手踊り総ざらい。いかがわしき見せ物類はことごとく禁止でござるぞ。なるほど。さようなこともあったようだな。江戸の武家長人、あまりにも優雅に流れたのに対して、 水野越前殿の五改革の首位、誠に結構至極の政治と存ずる。それほどご存知ならば、この手踊りも、ご近世と気がつかぬはずはない。手踊り三差しぐれを、ただの手踊りと言われるかとんでもない。これは仙台の藩層、正宗公が、先人の間に暗出された武士の踊りでござるぞ。伊達藩においては、代々、 これを吉礼として、武芸はじめ、五月の節句。出陣の際などに、反中の指定に踊らせる習わしでござる。近頃、江戸の人気は、優打華舎に流れ、このままでは、せいぜいが安ぜられると、反中の志ある者が、よりより相談の上、宮城の五郎像に申しつけて、当江光院の境内に声をかけさせ、 もっぱら、藩中の死女に見物させる催しでござる。恐ろしい教弁ですが、幕の後ろから、美少女、春野の教えるままに、磯川兵助精一杯に張り上げるのです。幾百の見物も驚きましたが、それよりも驚いたのは、鳥、海をはじめ、三十四人の御用聞きでした。その、いまいましさを代表するように。それをそれとして、 店物工業は、町方おかかりの許しを受けるのが情報だ。いずれの許しを受けて、この小屋をかけられた。岡崎三平の声も少し荒くなりました。大奥の松島のおつぼね様より、自社奉行におとろげがあったはず。ここはエコー院の境内でござるぞ。町方役人が土足で踏み込んだおとめは、覚悟の前であろうな。 おのれ、起動線を取れば、工業者に違いない。町方の取り締まりに何の不都合があるというのだ。起動船、さようなものは取った覚えはない。なんと、入り口はもう一度、念入りに見られるがよい。方火線一人二十指紋と書いてあるはずだ。この上がりは、松島随岩寺修復の入避と相なる。これはいわば、寄進を募るための、 大神楽だ。はっはっはっは。驚いたか磯川ひ助はつい笑ってしまいました。木戸口に放火線二十四門と書いてあるとは、各有磯川ひょも気がつかなかったのです。三。では聞こう。岡崎三平は、 陣を立て直して続けました。色彩への看板は、改革の御周囲によって貼ったでござるぞ。この小屋の表に掲げた六枚の大看板は、金銀の箔をあしらった木の字に踊り子を描いたもので、明らかにお達しに背いたものではないか。あれは看板ではござらぬよ。何屏部でござるよ。よくご覧になれば。 六枚繋がっておることがお分かりだろう。六曲屏風、半層の風入りでござるよ。看板の色彩絵はハットでも、屏風を蒸しぼしにすることには資材はあるまい。お、なれ、よくも。生きり立つ岡崎三平を鳥居会は目顔でたしなめながら、何やら囁ささいております。では、舞台の踊り手に、偶然ちりめんの振り袖を着せ。 税を尽くした縫い取りの帯を示させたのはどうじゃご周囲には町人が身に着ぬものをつけることは半襟細紐といえども硬いハットじゃ。江戸のおらいでも着ぬものは剥ぎ取らせている世の中に舞台さじきの容赦があろうか岡崎三平は傘にかかってったします。では、受けたまわろう。なんと、南町奉行、 鳥居海の神殿が羽舞台を召されておるのはともかく、そういう貴殿が木八条の合わせに、博多の帯、黒羽舞台の羽織を着ておられるのはどういうわけでござるなそれは私分だからじゃ。鳥居海の神様は天下のお奉行。御高二千五百国、役高三千国の御大神。拙者はお南の寄木、継承ながら直参二百国の六王半者でござるぞ。 この舞台に立った十八人の踊り手も、ことごとく四分と分かったら、なんと目さる。何を隠そう。この踊り手十八人は、ことごとく拙者の家来。伊手六つの神様家中、三千三百八十国の公六をはむ磯川兵助竹森が、十八人の召使いを持っていたところで、不思議はござるまい。はっはっは、驚いたか。 岡崎宇治とやら、これが仙台、打邸、陸奥の神様の、家風でござるよ。さあさあ、踊り手たちも林方も、何をぼんやりしておるのだ。ちょうど幸い孔明なる、南町奉行、鳥居海の神様にお目にかけるのじゃ。仙台ぶりの三冊しぶれ、うんと勇ましいところ、を踊ったり踊ったり。鳥居海の神殿をはじめ、 ご家来衆一等から多分の寄進があろうぞ。格各申す磯川漂助も一緒に踊ってやろう。そう行くぞ。磯川漂助は左軸から土前、鳥居海の神の逃がり切った顔を尻目に舞台の上に飛び上がりました。その後ろに磯川漂助の知恵袋になった春野がつつましやかに従ったことは言うまでもありません。事態不利と見ると、 鳥居飼いの神が何やら合図をしました。舞台から土間からゾロゾロと引き上げる御用聞きの一体。それを見送りながら、林方は景気よく、ドーンと太鼓のバチを入れたのです。三冊しぐれか茅野のの雨か、音もせできて濡れかかる。仙台名物の歌が賑やかな林に連れて、どっと湧き起こりました。十八人の乙女のさすて 引く手、小屋の中の空気は急に活気づいて、あれるばかりの二十四門の全男全女は、思わず歓声を上げて、手を叩いたのも無理はありません。水野一年の神の改革ご主意、事情も手加減もなく、それを強行しようとする鳥一回の神の国りぶりに、貧乏神に取りつかれたように腐り切っていた江戸の町人たちは、名物男、磯川兵助の出現を、 夜直し神様のように思ったことでしょう。四。それから三日目。大変なことになりました。磯川様。娘手踊りの春野が、まんじゅう傘に灯油のカッパ、あさぎの半桃引きにスワらじという、むきムぐりムか使い走りの小僧のような格好で、土砂降りの雨の中を、 芝口の仙台屋敷に飛び込み、門番に聞いて、磯川兵助のお長屋までたどり着いたのです。おや、あるのではないか。どうしたというのだ。この間は面白かったぞ。お前の知恵を借りて、鳥い貝の神をへこましたことが、江戸中の噂の種になっておるそうではないか。磯川兵助は、それが面白くてたまらない様子です。そのことについてでございます。 鳥居会の神様、もっての他のご立腹で、小屋の者がたった一人でも外へ出たら、絡め取って拷問にかけ、磯川様のおっしゃったことを、みんな、こしらえごという口書きを取って、自社奉行にねじ込み、三十五人の仲間の者を一人残らず、牢屋にぶち込むと申しているそうでございます。傘と問いを取って、縁側にちんまりと腰をかけた春野は、雨と汗とに現れて、 古希福井古たる美少女に見られんのでした。なるほど。まむしと言われた。鳥居会の神の考え出しそうなことだ。それだけならよろしゅうございますが、小屋の外に多勢のご角壁を見させて、見物客を一人一人追っ払わせた上、小屋を遠巻きにして、米も味噌も弁当も入れず、兵糧攻めの術に出ております。うん。それはけしからぬ。三十五人の者は、 めいめいの宿にも帰れず、今日で三日、小屋にこもったきり、水ばかり飲んでおりますが、この路上が、あと二三日続けば、布団一枚ないありさまでは、きっと病人が出るに決まっております。磯川様、どうしたものでございましょう。お知恵を拝借に参りましたが。春野は美しい顔を曇らせて、磯川兵助に訴えるのでした。おもいはどうして脱出したのだ エコインの栗から、小僧さんに頼んで、そっと、脱出させてもらいました。みんなその術でいかぬものか。とんでもない。私一人脱出しても、エコインの落ち度になります。水調べの間に合うように、もう一度私は、小屋へ引っ返さなければなりません。春野が濡れた縁側にかけて、お杖がどんなに進めても、うちへ入らなかったのは、そのためだったのです。それは無法だ。 論に負けて、横車を押し切ろうとは、鳥居会の神、学者に逃げなき卑怯な男だ。よしよし。拙者、水野一連の神殿にお目にかかり、じきじきにお願いしてみるとしよう。ま、旦那様がお杖も驚きました。大臣とは言っても、陪身の磯川漂介が、老中筆頭の水野一連の神に、容易に会えるはずはなかったのです。 水野越前の神殿には千年の大表情でお目にかかっている。この磯川漂助をまさかお忘れはあるまい。春野は駅商人として一緒に参るがよい。磯川漂助は早くも支度に取りかかるのです。私が参ると、小屋の者と栄光院の小僧さんが迷惑しますが、春野は一応躊躇しました。春野さんの代わりに、 私が両国へ参りましょう。春野さんは、私の着物を着て、旦那様とご一緒に、辰の口へおいでなさいませ。私は、その傘とカッパを拝借して、エコインへ参りましょう。春野も、その上は争いませんでした。磯川すけが身なりを整えて、籠を呼ぶ間に、春野は、おつえの着物を借りて、娘姿になり、おつえは、傘とカッパを借りて、海外し、 小僧さん姿になりすましたのです。五。磯川漂助は水野越前守に会うために二日間に五回の無駄足をしてしまいました。が、幸い北町奉行、遠山西門の城の裏面からの道場工作があったので、磯川漂助は三日目に、 ようやく、水野越前の神に、面会する折をつかんだのでした。かつての小歌代表状で、見事仙台六十二万石を救った磯川漂助は、水野越前の神にとっては、興味のある存在でもありました。その上、越前の神自身も、近頃は八方に敵を受けて、はなはだ憂鬱になっている時でもあり、事件は思いのほか、簡単に運んで、 両国に小屋をかけた三冊しぐれの一座三十六人、磯川漂助の奉公人とみなして、全部を磯川漂助に引き渡すというところまで、寛大の処置を取ってくれることになったのです。その代わり、三十六人を江戸に散らばすことは厳重に差し止められ、仙台へ帰る便制を待つまで、磯川漂助が預かるという条件で、 とににももかくにもこの会見は終わりました磯川兵助と春野はすぐさま両国に回り空腹と心配でヘトヘトになっている娘手踊りの一座35人と春野の代わりにここへやってきたお杖を引き取りに何よりまず空腹を満たした上不思議な行列を作って芝口の仙台屋敷に乗り込みました 磯三十六人を引き受けた磯川氷助のお長屋は、八畳に十人、玄関に五人、縁側に七人といった超住宅難の光景でしたが、幸い階級のない世の中で三度の食事だけは腹いっぱいあてがわれます。その恐るべき磯羅たちの生活は、天保十四年、うる九う月十三日まで、ざっと半月ほど続いたのです。 島口の仙台屋敷の中には、磯川漂助の行き過ぎに対して、不平と皮肉と露骨な非難がめちゃめちゃに飛び交わしたことも想像に難くありません。長には、藩主、六の神義国に対して、五老十、水野越前様に対しましても、磯川漂助をあのままに差し置いてはいかがかと存じます。さらんだに、藩祖正宗公以来、 風当たりの強い当家としては、この際、磯川漂助を厳罰して、ご主意に強順の家を示すのが本当かと存じまする。そういった還元をする者も,もありましたが、若い陸奥神は、それを空耳に聞いて、良いとも悪いとも言わなかったのです。分けても、ご内室は、この絵内々人のご側所で、おそばの女中方とともに、磯川漂助が大の悲劇、 その上、水野の五外閣主位は、夫人たちに受けが悪すぎたので、範中のうぞうむぞう、鼓を鳴らして、磯川氷助を弾劾しても、何の役にも立ちません。そのうちに、芝浦の仙台屋敷裏に、船が入りました。三十六人の三差しぐれ一味。ようやく、今晩、月の弟子よに帆を張って、国元の仙台に向かう。 出版という時でした。大変水野越前の神様、いよいよ没落だ。ご勝手向かい太り締まりで、五路重の職を辞めさせられ、栄きょの申し渡しだ。十二条のお咎めは、申し訳が相立たなければ、腹切り者かもしれない。世推しだ、世推しだ。江戸っ子の早見で、噂は羽が生えて、一瞬のうちに、 江戸中に飛びます。かくして、サしも豪福な、鉄血最小、水野越前の神も、一丁にして、窮地の底に、蹴落とされてしまったのです。かつての、日の聖意の、流流ると対象して、没落の凄まじさはいつの世にも、合力で、野心的な政治家の舐めた、苦い経験ではなかったでしょうか。 豆腐の寸法から突き返しの紙に至るまで干渉した天保改革の御主意が一丁にして覆されたとなると無軌道でわがままで少し軽調な江戸っ子たちには水野一善の本心や誠意などがわかるはずもなくそれ行け水野の貧乏神に目に物見せてやれ今まで俺たちをひどい目に合わせた恨みだ九月十三日の晩 江戸の八方から集まった暴民に、三田の水野越前の屋敷を取り囲んで、水野の野郎を出せどうも見送れ手に手に石と瓦を飛ばし、貞前の辻番所をみじんに打ち壊し、一体の暴民は門を叩き破って、水野の屋敷に乱入する気合さえ見せるのでした。昨日まで水野の手足となって、そのご周囲の実行に、 カラツの輪をかけた鳥居カイ神は、盗賊改め役、太田雲八郎と共に馬上で出役、その騒動を鎮圧したと一応は伝えておりますが、一説には密かに暴民を先導して、その機嫌を買ったとも言われております。ともかくこの騒ぎは、三田からさして遠くない芝浦まで手に取るごとく分かったことは言うまでもありません。 三十六人の同勢を率いて、いよいよ芝浦から出版と決まった磯川す助は、見たい子、江戸の名残だ。船出をほんの一時伸ばして、水野様屋敷前へ行って、三策しぐれをお目にかけよう。有無を言う隙もありません。踊り子十八人、それに従う林し方、その他を加えて、三十六人の一体を率いて、磯川す助一目んに、 三田の水の屋敷に向かったのです。暴民は八方から水の屋敷を追っ取り囲んで石を降らせ瓦を飛ばせ今にも門を打ち破ろうという騒ぎの最中門の中には水の屋敷の若侍十数人一人でも門内に侵入する者があったら容赦なく切って捨てようと互いにひしめき合って事態をきな臭く待っております。誠に それは危機一発の時でした。どいたどいた。水の一年の神様に夜直しの三叉しぐれをお目にかける。さあ皆の衆、その石や瓦を捨てて、温度を取った取った。三叉しぐれか、かやのの雨か。音もをさできて濡れかかる。賑やかな林に連れて、十八人の旅支度の乙女たち。 暴民と門の間へ、画石と白人の間へ、手振り面白く踊りながら、一陣の流動する花輪のごとく、さっと飛び込んだのです。十三夜の後の名月は、江戸の町並みのイラカを照らして、ようやく登りました。あっけに取られて、さっと道を開く門前の暴民、思わず陽気な踊り林に、肩肘を緩めた。 問題の若侍たち。そして、水野越前の神は、謹慎中の今の障子を開けさして、月の光と共に流れ入る林に、静かに耳を傾けました。磯川博介か。仏の神殿は、良い家来をお持ちじゃ。五十四歳の働き盛りの政治家。 水野一前の神は、しみじみと涙さえ浮かべて、夜空に響く林に聞き入るのでした。ご視聴ありがとうございました。野村古道作、磯川漂亮光明話、娘手踊り、これにて読み終わりでございます。 来週は、ひょうすけ道中記をお送りいたします。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。